ショートへのゴロ。ワンアウトです。なっています。サード渡る、バックホーム。3本間に挟む。しっかりと森が三塁ベース方向に追いかけていってアウトにします。アウトを一つ取りました。これサードゴロ、中村の判断も良かったですか？そうですね。ショートへのゴロだ。これはサードに送って二塁ランナーフォースアウト。少しこう窮屈になってますよね。はい、この打球はレフト前に出てきて、スパンゼンバーグが取りました。こうやって後ろで守ってくれてるんですからね。そうなんですよね。ですからね、少しね、今日力みもあってですね、はい、ボートも3つですが上げてですね、なんとかこうしのいでもらいたいですよね。はい、サード中村剛也、大山サードライナー、うまくライトに運びましたが、根尾前進掴んでいます。ナイスプレー。また取ってからの強肩すごかったな今。ピッチャーもやっていたという高校時代、根尾先ほどはクッションボール見事に処理、そして今度はやっぱ大きいですよ。これは泳ぎましたが、ファーストビシエド取って一塁送球、これはアウトになりました。石井一成が今ヘッドスライド、強い打球、ファースト高浜反応、ナイスプレー。高浜が見事に反応してました。完全にヒット性の当たりでした。ストレートバット折りながら浅間、頭越せません。ライト方向への打球、さあここは根尾が追いつきました。ナイスプレー。今日はこの根尾がファイターズのヒットをね、もぎ取っていきます。いいんじゃないですか。センターへの打球、これは浅間つかみました。スリーアウト。初球からいって三塁線はフェア、深いところ一塁はアウトです。じゃないと厳しいのかなという感じはしますけどね。サード鈴木大地カット、1回転して一塁です。ワンアウトです。その伊藤光を先頭バッターを打ち取りました。ワンアウト。今日は涌井の球種を見てるとシンカーが少ない。これセカンドとタイ一塁のか間に合った。セカンドの牧、一塁線ファーストの内田、横を抑えました。上げていかないといけないところかもしれませんが、ファースト正面のゴロ、これ一つ一塁でアウトを取りました。アウトコースに構えます。引っ張ってファーストを止めた。体を張ってファーストの内田が止めました。つったでしょうか。初球打ちはセカンドです。三塁線鈴木大地を取った。そしてファースト内田、セカンドへのゴロ、ちょっとバウンド変わって二塁アウト。一塁では投げられません。